上がらなかったのが1回で治ったという人の友人で、そんだったら私もということでご夫婦でお見えになりました。高圧剤を飲んでいて130から75ぐらいで、特に今までこれといった病歴はない。で、ただ25年間ぐらいその機械製図を仕事としてて、非常に細かい、仕事をしてきたと。で、今その首の後ろの肩ですねが痛くて、首を回してくださいって言っても肩をすぼめないとこう回らない状態なんですね。でそんな状態で、お見えになりまして、今は週1でマッサージでご夫婦で通ってるけれども、どうも思わしくないということでお見えになりました。初診が6月28日でございます。首の前方向で痛みがあり、特に斜め後ろには倒せない。で、横倒しは右の方が痛くてできないという状況でした。で、もちろん首をこう肩をすぼめての動かし方なんですが、で、定石通り手術の経験はございますかって言ったら、いや若い時昔盲腸やっただけであと何ともないよ、こう言われまして、盲腸と肩こり、盲腸と腰の痛みっていうのはこう関連がよくありますから、締めたと思って、ちょっとすいません、盲腸の後から先に見せてくださいと言ってやったんですが、あっ、痛点全くないんですね。で、ちょっとこれはまずいかなと思って、こんな首の痛みで、どこも痛点ないやということだったんですが、首の斜め後ろとそれから、ね、耳倒しが特に痛がっておりますから、治療点としては、H5F5 ですね。で、まず書き方としては、左右の H5F5 の試薬をしましたと書いてありますけど、まあ、やり方としては、右側の H5 をやって、左側の H5 をやって、右の F5 をやってというふうにやって、結果、左右の H5F5 をやったと、こういうことでございます。で、やった後ですね、どうですかと言ったら、この方非常にその慎重な方ですね。どうですかっていうと、まずきちっとこう座り直して姿勢を正して、それからおもむろに首をずっとこう曲げていくんですね。こっちはもうドキドキですよね。これ効果がなかったらどうしようと思ったんですが、そんなことでやってて、こうちょっともこう言葉が出ないもんだから、おかしいなと思って顔を覗き込んだら、その何ですか、待合室に奥さんが見えるんですが、奥さんに、おい回るぞ回るぞ、今まで25年間回らんかった肩が首が回るぞってこう大騒ぎするんですね。で、そのぐらい効果があったというか、回ったと思うんです。で、よかったですねよかったですねということで、じゃあ仕上げにもう一遍100円やるから首の周り動き方を見てください、さっきやるじゃないんですけど、こうやりましたら、おおよく回る回るってこうやりだしたんですね。多分20分ぐらいだったと思うんですが、ただ奥さんが突然こう入ってきましてね、あんたもういいやと、私が肩こり、私もひどいんだから私やってるということで、飛び入れきまして入りまして、この方はこの日はですね、1人の時間で2人の治療ができたと、こういうことでありました。で、この方7月の6日にどうもその右の肩こりが分かるようになってきた、右の肩がちょっと痛いよと言って、再びお見えになりました。その時には、H4H5F6 いわゆる陽形ですね、右の肩の陽形と F5 で、ほぼ前回のように改善しました。で、もちろん仕上げに100円の試薬をしまして、この時は奥様と1時間ずつの時間がありましたので、時間が空いてしまいましたので、どうしましょうと言ったら、その水玉のカップを見ましてね、おいあれやってくれということで、それを、体験をして帰ったということでございます。それから7月の15日に首の斜め後ろ倒しで違和感が出るということで、お見えになりました。で、その首の斜め後ろですから、H5F5 ですよね。で、それとその首をこう後ろに倒すときに違和感があるということは、この前の経絡ですから F1F6 を中心にやりまして、100円の試薬までしましたら、あ、いい、これでいいということだったんですね。で、その時に、そういえばこのまま目が、このままじゃなくて目がこう明るくなったねと、非常に綺麗に見えるようになったよと、
ということでたです。でその首の回り方のために、回し方のために100円をやったんですが、多分患者さんに、先ほどのように言い方どうですか、あの縦のラインどうですか、横のラインどうですかと言って、それから100円をやれば、眼精疲労の治療ができて、目が見えよく見えるようになったんじゃないかなということを思うんですけれども、目の方も良かったということです。でこの方はその25年間ずっとこう前かがみの生活をしていましたので、多分この胸筋といいますかね、がこう硬くなってたんじゃないかなと思います。で普通、まあ、H6、F1、F6 をやりながら、その私は F1、H1 を使うんですね。その胸の筋肉を緩めるために H1 を使うんですが、この方はそれをやらずに良くなったということで、H1 は全然、まあ、やっとけばもっと良かったかなと思うんですが、使っておりませんと。それから今言いましたように、眼精疲労のつもりはなかったんですが、100円が効いたんじゃないかなと思います。